姫路市立美術館では人工的に発生させた霧を用いた幻想的な作品が公開されています。世界遺産国宝姫路城を望む姫路市立美術館、その庭園をあっという間に霧が包んでいきます。突然現れた幻想的な風景に思わず写真を撮る人やはしゃぐ子どもたちなど反応は様々です。これは世界的な芸術家で霧のアーティストとして知られる中谷富士子さんが今回手掛けた一つの作品です。1時間に1回庭に設置した装置から霧を発生させ、とどまることなく変化する形や真っ白な世界に溶け込む風景も作品として捉えられています。どっかに対流が起きるとまた次の対流が起きる、そうやって全部関連してるんですね。空気の大気の中っていうのはそれが波紋を起こして大きな波になるとか、いろんなことが起こってる、見えないだけで、それが面白くてやってるんですけど。中谷さんの作品は来年3月まで楽しむことができます。